今日はですね、こちらですね、エニアグラムでパートナー探しからですね、MBTI とエニアグラムで2つを知っとくと、なんかより自分の知る精度が高まるのかなって思いながら、はい、この本からですね、要はエニアグラムと MBTI をミックスして、はい、ちょっと見てみましょうというのが載っていてですね、まず SJ タイプ、感覚判断ですね。 SJ、 例えば、今ですね、この横軸はエニアグラムのタイプです。で SJ から見ますと、例えば、この赤色がよく共通するよ、はい、でオレンジ色が共通するよ、うん、で緑色が稀に共通するよっていう見方でございます、はい、まず ESTJ タイプを見ますと、うん、例えばタイプ8は男性も女性もよく共通しますと、はいはい、であとはこのオレンジ色で見ると、あ、3の人もいますね、6の人もいますね、うん、7の人もいますね、うん、っていう感じで見ていきます、はい、で、ESFJ、 私ですね、うんエニアグラムのタイプで言うと、初め自分でやった時に、はい、タイプ2だって思って、うんうん、面白くないと思って、あ、タイプになって面白くない、面白くないと思って、はい、で次やった時に7になって、うん、俺じゃんって、うんうん、なり、面白いエニアグラム面白いねってはいはい、はい、なった、うん、で1回目の診断するところで、はい、6って言われて、うんうん、落ち込んだんですよね、うん、3って言われることもある、うんうん、で見ると ESFJ は3はいないんですよ、うん、あ、この、はい、エニアグラムでパートナー探して言うと、うんうん、ESFJ に3はなかった、うんうん、が、まあ、2はよく共通するよっていうところであります、ね、はいはい、でこのやっぱり SJ タイプを見ると、うん、この6っていうのは、うん、男性も女性も、うん、この SJ タイプは、うんうんうん、よく共通するタイプかなっていう見方ですね、うん、で女性で言うとこのタイプ1が SJ タイプ多いかなっていう感じがします、うんうん、なんかこれ見た時に、うん、やっぱり私はエニアグラムのタイプで言うと6なのかな、はい、なんていうなんかまあ逆引きというか、この MBTI のタイプがなんか自分でこれってなってる時に、うんうん、この表を見ると、うん、あ、なんかそうかもしれない、そうかもしれない、うん、もしくは僕は何て言うんだろう、初めに2になったんですね、うんうん、エニアグラムのタイプが、うんうんうん、で違う違うってなったんですけど、うんうん、こんなんじゃねえしって、うん、ただなんか8に見られたこともあるんですよ、はいはいはい、いやなんか仕切りたがる、うんうんうん、ジャッジしたがる、うん、決めたがるはいはい、結構なんか8の特徴でもあるんですよね。そうですね、はい、うん、で8って言われたこともあって、うん、っていうと2はちょっとピンとくるんですね、はい、そこまで人にやりたいは出てこないんですけど、はい、体調僕見てどう思います、どのタイプか、どのタイプか、もう付き合いも長くなってきましたよ6 なるほど、はい、次行きましょうかで、SP タイプですと、はい、SP タイプ ESTP がこの7と8が多いね、はい、男性で言うと、で女性も7、8、はい、で ISTP、うん、まあ、我々のよく動画でよく出てもらう肺、はい、の人さん、うんうんうん、なんか初め5だっていうエニアグラムのタイプが、はいはい、うんうん、なのでやっぱり5はよく共通する、うんうんうん、あ、まあまあ共通するところで、ただ ISTP 男性、うんうん、でやっぱタイプ1もいますよと、うんうんうん、いうのがこれでわかりますねっていう、うん、ね、体調 ISFP でしたっけ、 ISFP 見るとやっぱり9、うん、よく共通しますはい、はい、うん、っていうのがなんか結構これは当てはまるかもしれませんねなんて思ってます、うんうんうん、はい、で私ね、うん、ソシオニクスだと、うんうんうん、EES、うん、ESFP になるんですね、はいはいはい、でここでやっぱり3を見るといないんですよ、うん、ああなるほど、で、うん、まあ、ここはやっぱり6もいないんですけどね、うんうんうん、ESFP っていうのは、うん、まあ
違いますからね、はい、ただ、うん、2はいるんですよ。あっていうと、うん、二等兵、うん、タイプ2説ですよ。2説はでもあるかもしれないですけどね。2ウイング3、うん、はい、あ、まああるかもしれないです。で自分も、うん、最近このなんか、うん、決めたがり感、うんうんうん、決めたがり、うん、威張りたがり、うん、上に立ちたがり感、うんうん、まあ、あ、それはあるかもしれないですね、はい、3よりは2ウイング3の方がしっくりきますねそうなんですよね、うんうん、よくなんかそのハートだっていう人がいるんです、はい、僕のこと、はいはい、ハートの人だよ、うんうん、感情の人だよ、うんうん、っていうと、うん、2かもねとは思います。なんか、うん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 、2ウイング3で2があんまりこう好きじゃないからこれは違うってやってた可能性はある、はいはい8っぽいとこがあーで8につながってるからね。そう2はね、うん、8につながるんですよ、うんうんうん、2説はありですよ多分。そう二等兵は二等兵の2はタイプ2の2かもしれません、うんうん、はい、そうかもしれない、はい、じゃこのまま続けて、はい、NT タイプを見ますと、はい、やっぱりこの直感思考、うんうんうん、思考が来るとまあなんて言うんでしょう、うんうんうん、15ですね、1、3、5っていうのが、うんうん、特に男性で見えてきますね。で、面白いのはこの4っていうタイプ4、はい、タイプ4はね、うん、この辺全然出てこないんですよ。本当ですね、はい、でタイプ4が多いのは、うん、NF なんですね。あ、 NF っぽいですよ。なんで、うん、タイプ4の女性は、うん、ISTJ、ISFJ が、うんうんうん、多いのかもしれませんね。そこに固まってる感じですね。そこに固まっ、うん、ギュッて固まってる感、うん、はい、他のところはね、4はほぼ出てきません。ところどころちょこんと出てくるぐらい。 ISFP に出てきますね、うん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 、ISFP、うんうん、なんでまあ感覚直感で分かれるところで出てくるんですけど、うんうんうん、基本4は NF、SJ、SP、NT にはほぼ出てきません、うんうん、はいはいはい、はい、NF のところで出てきて、うん、特に NF の女性の内向の方はい、はい、は4はここに固まってる感じです。本当ですね、はい、で NT で内向の男性はタイプ5、うん、っていう感じが、うん、これを作りながらですね、うんうん、へーと思いながら、うん、でよくここの動画でも話題にさせていただく、はい、うん、INTP の女性、うん、っていうのもやっぱりこの5が多い、うんうんうん、なんでやっぱりこの少ないんでしょうね、マイノリティ、うんうんうん、あとよく出てもらうメリメリちゃんとかが9だって言ってましたけど、うんうん、あの稀にやっぱ共通します、うんうんうん、っていうのを見ていくと、あ、やっぱり俺ってさ3ハートだとすると2かもしれない。 2だねって、うんうん、まあ合理的よりは何ですか、うん、今悪口ですか。まあでも楽観ですよね、2だと楽観、うん、うん、まあ、楽観感も楽観感もなくはない。あの合理よりは楽観だと思うんですよ。そうですね、はい、そうです、うん、やっぱり合理はね、僕の中にね、うん、あまり存在しないんですよね、うんうんうん、タイプ3って合理でしたっけ。タイプ3合理です。自己主張の合理じゃないですか。ああ、うん、そう、自己主張僕はあるんですよ。はいはい、主張したいはあるんですよ、うんうん、目立ちたい、主張したいはあるんですよ。ウイング3にウイング3